はい、私からは本日一件の冒頭発言でございます。7月5日に発生した九州北部豪雨により大きな被害が生じました。改めてお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りをするとともに、被災された方々にお見舞いを申し上げます。今回の豪雨災害の要因解明等は、近年頻発している気象災害に対する防災力向上の観点から極めて重要であります。そのため、速やかな研究の開始が望まれることから、本日付で九州工業大学を代表とする研究グループに科学研究費助成事業を交付することを決定をいたしました。この措置により、関係機関の研究者が一丸となって豪雨の要因解明、土砂災害の発生メカニズムの把握、住民の避難行動における課題抽出等、総合的な調査研究に速やかに着手することを期待をしております。文部科学省としては、今後も防災・減災対策に貢献する研究に対して必要な支援を行ってまいります。私からは以上でございます。幹事社の北海道新聞の瀬川です。幹事社からは、昨日の有識者会議から再就職問題についての提言を受け取られたと思います。今後、その文科省としてこの提言をどのように受け止め、対応されてお考えなのか教えてください。の有識者検討会においては、本年4月から7月まで計5回にわたって精力的にご議論をいただき、昨日提言を座長から受け取りました。提言には、第三者によるコンプライアンスチームの設置をはじめとして、再就職等規制違反の再発を防止するための幅広い対策が盛り込まれており、提言を受けて、まさに今再出発のスタートラインに立ったものと考えています。今後、時を置かずコンプライアンスチームの設置に着手するなど、提言に示された再発防止策を着実かつ迅速に実行に移し、文部科学省が国民からの信頼を取り戻し、より良い文部科学行政へとつなげていけるよう全力で、取り組んでまいります。もう一度、先日の予算委員会について、一連のやり取りで国民の疑惑が払拭されたとお考えかということと、あと、8月末には設置認可がございます。予算委員会で小野寺議員もですね、審議会の議事公開など透明性をと要望されて、総理もどういうプロセスを経れば国民に納得していただけるかということもしっかり考えていかなければならないとおっしゃってました。その今後の認可にどのような姿勢で臨まれるのかというのも合わせてお願いします。まず予算委員会についてでありますけれども、24日および25日の閉会中審査においては、さまざまなご質問をいただきましたけれども、真摯にお答えをさせていただいたと考えております。今後の設置審査に関してでありますが、この審査会はですね、専門家の先生方有識者がお集まりをいただいて、その見識においてですね、厳正公正に審査がなされるものでございますので、そのご判断をいただいて、最終的には文科大臣として反応させていただくということであります。その際に、そのプロセスを透明性を改めて、なんていうか、例年と違ったその確保の仕方というのを考えていらっしゃるんですか。従来からですね、この諮問が終えた後に公開できる内容に関しては、しっかりと公開をさせていただいておりますので、それにのっとって情報公開の方もさせていただきたいと思います。共同通信の佐藤さん、2点お伺いしたいんですけれども、平沢大臣もですね、地球を舞台に日本の隠蔽問題を巡って、その辞任の意向を掲げられましたけれども、そのことについての大臣のご説明をいただきたいのが、まず1点で、もう1点は、民進党の蓮舫代表もですね、なんか代表もその辞任の意向ということで、その件についてのご意見があればお伺いしたいと思います。以上です。平沢大臣のご判断につきまして、私詳細な経過を
存じ上げません。政治家の出処進退のご判断でありますから、コメントは控えさせていただきたいと思います。民進党の蓮舫党首のご判断につきましても、これ他党の党首でいらっしゃる方のご判断でありますから、私からのコメントは差し控えさせていただきたいと思います。どうぞ。読売新聞です。再就職の関係なんですが、現在大臣が職員の方に大学等への再就職の自粛のお願いをしている状態だと思うんですが、提言を受け取って今後その解除の目処等はあるんでしょうか。文部科学省におきましては、3月3日付で当初の許認可や財政支出の対象となっている大学研究機関等の関係機関への再就職について疑惑が払拭できる体制が確立されるまで一律に自粛をお願いをしてまいりました。7月27日に取りまとめられた有識者検討会の提言においては、再就職の適正化に対応する業務を担当する組織体制を整備するとともに、弁護士等の第三者により構成されるコンプライアンスチェックのための体制を整備することが求められております。この提言を踏まえ、文部科学省としては直ちに再就職規制に関するコンプライアンスチームや再就職等規制に関する内部組織を整備したいと考えており、今後はコンプライアンスチームや再就職の適正化に対応する部署の設置による新たなチェック体制のもと、関係者に対して再就職等規制に関する法律の遵守について周知徹底を図ってまいります。今後は新たなチェック体制のもと、それぞれの再就職を適正に進めて、いただきたいと考えております。今出されている自粛のお願いの解除の時期の目処みたいなものですか。まずですね、申し上げました通りコンプライアンスチームを設置を早々に考えておりますので、そのコンプライアンスチームが設置をされた後は、そのチームによるですね、指導チェック体制のもとに再就職に関しては適正に進めていただきたいということでございます。コンプライアンスチームの設置の時期によるかと思います。はい、どうぞ。NHK の荒川です。獣医の理学部の関係なんですけれども、先日公表された、新たに公表された学園のその事務相談の伝達事項の関係だったんですけど、安倍自身は大臣がご報告は受けていらっしゃったんですか。報告はということでしょう。その伝達をしたっていうことは、電話で伝達したっていう話だったと思うんですけども、そういうことをしましたっていうのは当時大臣に報告は上がってきた。しましたというよりもですね、私もちょっと詳細な記憶が今こういうような言葉でというのはありませんけれども、それぞれの設置審査の事前相談に対しての技術的な内容というのは、私がちょっと承知をしない主体な部分もございますので、個々の内容に関してですね、私の指示によるということではないかと思いますが、事務方からこういった今事前相談が来ているので、対応したいというような報告がありですね、私の方でそういうことであれば進めるようにという指示をしたんだろうと考えております。中身の文書の中身を見ますと、通常事前相談は事務相談を受けるにしても、だいぶその資金計画の話とか結構丁寧細かく伝達されたんだなというふうに受け止めたんですけども、当時その大臣から例えば学園に対してはこの点をちゃんと伝えなきゃいけないとか、何かこう伝えるにあたって大臣の方から指示されたりということはなかったですか。先ほど申し上げました通り詳細ですね、私がその場でどういった発言をしたかについて、今記憶は定かでございませんが、ポイントとしてはですね、事務方の方からその翌日ですか、11月8日の時点でのコメントだと思いますので、その事前の時点においてですね、追加の規制改革事項が今後議論をされて、それが認められる方向に、これ4条件に対応したものでございますが、なることになっても、
それとこの設置認可というのはまたさらなるプロセスが必要だということをもう明確に家計学園側に伝えておきたいというような説明があったもんですから、そういうことであればその時点において対応を進めるようにということだったと思います。それに関連していうと、先日の予算委員会で学園の理事長が三大臣のもと内閣府と農林水産省、それから文科省三大臣に訪れていましたという話があったと思うんですけども、その時に松野大臣自身は獣医学部の話はされなかったということでしたけれども、家計学園が獣医学部を作りたいという話は大臣自身はもう知ってらっしゃったということです。いつの時点ということでございますか。ごめんなさい、じゃあいつの時点でお知りになられたんですか。ですね、この国家戦略特区に対する私に対する事務方の説明というのは9月の中旬以降であったかと思いますが、その時点においてですね、事業主体に関わる説明まで私はいただいてなかったんだろうというふうに思います。先ほど来申し上げてますと通りですね、その家計が事前相談、設置認可に対する事前相談をしてたということは、その今回この返事を、相談に対するコメントを返す前にですね、こういうような返事を返したいということでありますから、その時点では承知をしていたということです。こういうふうな返したいということが相談を受けているわけですから、その時点で家計学園自体がこの獣医学部の大学設置に関して、その意思を持っているということは承知をしていたということであります。その総理との関係、理事長との関係というのは大臣自身は知ってらっしゃったんですか。総理と要はその長年の友人であるというそれはですね、私がのもとに直接的な情報が入ったのは獣医師会の皆様が私のもとにこの国家戦略特区に関する案件でいらっしゃったときに写真を提示をされました。その時その写真を私初めて見たんですが、こういうように親しい関係であると獣医師会の皆さんの方から説明をいただいたということだと記憶をしております。もう一点だけで最後、そうすると今回一連のその話、獣医学部を巡る話で議論になりましたけれども、一つやっぱ最初大きく話になったのは総理とその理事長との関係、流れの友人だったからということで疑惑の目が向けられたところがあると思うんですけれども、大臣自身はその今までその総理と理事長との関係ということで何かご懸念された部分というのはなかったですか。いえ、国家戦略特区はですね、ご承知のとおり内閣府を中心に進められているものでありますし、今ご質問がありました事前相談というのはこれ文部科学省の通常の業務でございますから、これ全くまた違った話でございますので、並行してそれは適正に進められていたんだろうということでございます。読売新聞の深井です。先日 の24日の方だと思いますけれども、の閉会中審査の中で、前川さんが泉総理補佐官と面会して、総理が言えないから私が代わりに言うというような面会に絡めて、そういうような話を大臣に一切報告を上げていなかったというところで、自民党の確か小野寺議員だったかと思いますが、その大臣と前川次官との間の信頼関係が見せてなかったから、もう見てあればこういうことにはならなかったんじゃないかという指摘をされていたかと思うんですけれども、ここについて大臣としてはどのようにお考えでしょうか。なぜですね、在職当時前川前次官がその案件について報告をされなかったのか、泉補佐官の案件だけではなくですね、私の記憶の範囲におきましては、この国家戦略特区に関する報告でございますとか相談が前川前次官からあったということが記憶にありませんので、ただなぜそれが時間の立場でなかったかについてはですね、ちょっと私の方ではどういったお考えによるものなのかは判断がつかないということでございます。そこにその信頼関係が築けていなかったというようなお考えとかというのは何とかありますか。
信頼関係というのはどういうふうに判断をすれば難しいところでございますが、その当時においてはですね、通常業務におきましても特に問題を感じていたということではございません。よろしいですか。はい、ありがとうございました。